高西志保12月6日から1976年1月14日は学者評論家。なお、名についてしようとする資料もある。志保自身の英文書名には、志を日本語書名には、志保を用いており、志保はその読みである。骨籍には、志保とある。志保は、聖書の地の使用による、東京市神楽で生まれる。幼い頃、キリスト教の洗礼を受けた。 北海道小樽市で育ち、横浜山手の賀生、魔王学校を卒業後、東京女子大学に入学。中退後に東京学院中等科の教師となる。1922年にアメリカに留学。3年後にホイートン大学を卒業し、ミシガン大学大学院で美学を学んで1929年に PHD を取得した。ホリンス大学哲学部助教授を務めた後、 アメリカ議会図書館日本課長に就任し、日本文化に関する書籍、資料の収集に当たった。その一方、坂西は日本海軍の優秀なスパイであり、米国における日本のベストの要因の一人として、アメリカの情報当局からマークされていた。そのため1941年12月7日の日米海戦と同時に、 在米日本人女性としては唯一のケースとして拘束、抑留され、翌1942年6月に日米交換戦で日本へ強制送還された。そして帰国後は外務省の職宅や NHK の論説委員等を務めアメリカの国情についての解説や分析に当たった。終戦は疎開先の千葉県阿鼻子町で迎えたという。 第二次世界大戦終結後は GHQ に勤務した、後、外務省や参議院の専門委員、選挙制度審議会委員、中央教育審議会委員、憲法調査会委員、日本ユネスコ国内委員、放送番組工場委員会委員長、立教大学講師を務めるなど、立法、行政、教育の分野において積極的に発言した。戦後、 日本放送協会解説委員やジャパンタイムズ編集士官を務めた元外交官の平沢和江に対して GHQ と日本側の接衝団体であるサービスセンター東京設立の助言を与えたのは坂西であったという1963年に NHK 放送文化賞を受賞1964年6月から1974年9月まで 国家公安委員会委員を務めた。1976年1月14日に、新金拘束により晩年暮らした神奈川県大磯町の自宅で死去。79歳没。遺言により、国際文化会館に5000万円と自宅、自ら理事長を務めた、巡職警察官一育英基金に1000万円が寄付された。大磯町立図書館には、蔵書が寄贈され、 坂西文庫と名付けられている。ありがとうございます。